数日前習近平が急遽北京に戻ったのはなぜか裏にどのような事情があるのか10月14日習近平は中国深センで開かれた経済特区成立40周年の記念式典に出席したが習は30分遅れた上演説中に激しく咳き込んだことが注目された14日習は急遽北京に戻った RFI の報道によると州の今回の南部視察ツアーは約1週間長州諏訪島新セに加えて甲州と主会に行く予定だったしかし州は突然視察をやめ急遽北京に戻り外部からの多くの憶測を呼んだ 時事評論家ウェンジャオ氏は YouTube ウェンジャオ団コロンコンの番組で習近平は南部視察ツアーで離れた場所の長州に行ったのに深圳に非常に近い広州には行かず怪しくもあり異例でもあると指摘したウェンジャオ氏はこうも分析した州が突然北京に戻ったのは大事件が起こった3つの可能性がある一つは北京に事件が起こったかもしれない 中共公式メディアは16日州が中央政治局会議を主催し西油地区総上経済圏建設計画概要を審議したと報じたウェン・ジャオ氏はこの西油総上区計画はさほど重要ではないのでこの報道は州が突然北京に戻った理由を隠蔽するためだと考えている北京に戻った理由は他にあるかもしれない 2つ目の可能性として広東省で事故が発生し習近平がこれ以上滞在できなくなる危険な要因があったかもしれない15日習近平が広東を離れた後甲広州市はすぐに中共ウイルスの発生を発表し家督の親友園ホテルの職員が診断されこのリゾートは調査のために封鎖された3つ目の可能性として習本人に何かがあった 14日、習近平は新選特区設立40周年を記念してスピーチを行ったが7分間で4回続けて席をし水を飲んださらに習が席をすると CCTV のライブ配信は直ちに画面を切り替えた後日 YouTube のサイトに載せたライブ映像も削除された外界では習近平の健康異常説や中共ウイルス感染説が話題になっている 特に注目したいのは12日の州の長州視察の時であるオンラインビデオでは州と現場の多くの人々がマスクを着用していなかったニュースハイライトの司会者李木ク氏はこう述べた中共幹部の健康は国家機密であり厳重に秘密にされている習近平が中共ウイルスに感染した場合トランプ大統領のようにすぐに外界に発表しない そのため、習近平の席の本当の原因について、外界がその真実を知るのは難しい。